買っちゃおうか。買っちゃおうか。あの中現金だけでしょ、カバンの中に。そう。現金だらけ。この中全部現金。アニャー。アルカイヤー。強みえやー。はい。今日は何やるの？家を買いに行きます。あー。家を買いに行くの。シナは見過ぎたけど、今日購入マンションをここに見に行きます。あ、人の家を買いたい。広くて、いつかで、誰で、あ、なかなか条件ですね。まあ別に仕事で買おうとしてるわけじゃないんですけど、まあ、おいおいのことは考えて、今日は別にいいところなんかも出ないかなと。あ、初めてだよね。そうそうそう、初めてだからどんな感じかわかんないけど、とりあえず、食べられちゃいけない世帯電子多めに見せるように、今日は高級感がテーマ。はるかのコーデを見ます。大人っぽく買いそうな見える。お、新しいカバンじゃん。これもさ、私が持ってるカバンなんだけど高い。これね、キリーブレイクっていうところのカバンなの。高級ブランドが使ってるイタリアのレザーと同じレザーを使ってる。へー、そうなんだ。どうですか？かわいい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 。これもあれだよ、俺が持ってる半袖の中で一番高いやつ。私が誕生日にあげたやつだ。今日私たち世帯年収1億円の想定です。もう家はいくらでも今即決で買えますよ。そう、即決で全部ローン必要ないから。おー、さあ行きますか。이번에가본주택은세고입니다南千住東京에서가깝지만그나마저렴한곳전세계21평에7,000,000원정도였어요現地に来てみました。どうですか？どうせ買わないでしょうと思ったけど、来てみたら欲しくなった。今住んでるところより全然広いです。それはもう宿団違いです。買っちゃおうか。買っちゃおうか。まあもう一個見てみますか。今は2軒目に行ってます。今回も即決ですか？即決するかもしれません。さっき良かったけど、ちょっともう一個見てみようか。それちょっと1個だけ見てさ、何千万の家を買うのね。두번째희라이도심에서조금벗어난곳반세계23평에5,500,000원정도였어요세번째그라마의도심한가운데次の不動産を見に行きます。ここはね、おしゃれなカフェとかがあるところで、そう、ここ多分有名です。サバサンド。へー、あるから好きなサバサンド。そうそうそう。何個家買おうか。まあ今日残りのもの全部買うでしょ。ここからここまでくださいって言った。でも今日の物件は1個しか残ってないらしいから。へー、さあ即決です。即決だね。あの中現金だけでしょ、カバンの中に。そう。この中全部現金。見てみますか。パンツゲ新ユピョンへ6,500,000円정도였어요。洗面所広いね。うん。このタイプがいいんだよね。全部しよう。なんか意外と何もないと広いね。うん。え、めっちゃ広い。めっちゃ広いよ。でもダイニングテーブル必須、必須じゃん。じゃあここは意外とあれだね、結構狭くなるってことだね。そうそう、ソファー。
まあソファー置けると思うよ。ソファーとテレビ置けると思う。この幅ぐらいに抑えていただければ、うん、戻ってきました。俺髪も切ってきたよそうだね、すっきりしたね。そうそうそう、家を見てきたね、うん、初めて。そうね、3軒も3軒。どうだった？いや、まず楽しかった。楽しかった、うん、あ、でも意外と楽しいよね。そうそう、楽しかった。意外と時間がかかるんだなっていうのは思ったけどでもやっぱモデルルーム楽しいね、うんうんうん、すんごい綺麗にされてるし、インテリアとかもめっちゃオシャレに配置されてるから、うん、あれは家が欲しくなっちゃいますわ、うん、まあそのための場所だから、うんあとさ、うちちゃんと人生相談レベルにしてきたんだよね。あのうちらの今の収入だったらどれぐらいの金額が返って、うん、自分の収入の何パーセントくらいかで返済として毎月かかってとか、うん、そうだね、うん、最初さ、なんか年収いくらとか書くんだけど、うん、どうする盛るって100万ぐらい持っとくみたいなまあちゃんと書いたね、うん、年収1億ではちょっとそれも書けなかった。書けなかったねそのための服も合わせていってたのに。そう、カバンもちょっとね、アピールしきれなかった今回の3軒は、なんかずっとこう住めそうなところと、あとは都心の中心地で投資目的と、まあその真ん中比較的こう都心にも近いし、かつこう価値も落ちなそうなところを、うん、まあ見てきたんだよね、うん、それぞれどうだった？それぞれ特徴を持ってて、うん、これが本当にいいとかよりは本当目的によって、うん、やっぱり選び方が変わるしかないねと思ってた、うん、最初に見たのが南千住だよね、うん、割とこう大手町とか東京に近くて、うん、再開発もされている進んでいるところ、うん、だけど比較的リーズナブルなところだよね、うん、子供を産んで、うんまあ、ずっと住むことも考えられる、うんまあ、ちょっとちっちゃいけど、うんまあ、ギリギリここだったら住めるかもねぐらいの大きさだったよね、うんうん、ちょっと狭いけどね、うんうんで近くに商業施設も大きなものもあって、うん、東京までも本当に電車で行ったら十何分で着くぐらいの距離で、うん、まあみんなどう思うかは違うと思うんだけど、まあ、7000万だと、まあ、割と安い方ではあるんだよね、うん、あの距離感っていうと、うんうん、私はも周りが物足りないかな。近くにショッピングセンターあったけど美味しい飲食店あんまないし南千住いいなと思ったのは、半径 500m 内に超中こうスーパーとかドラッグストアとかそういう生活のものが揃ってるのはいいなって思ったところだね。で2つ目がこの平井っていうところで、どちらかというと結構こう地価は安いところ、駅からもう少し遠くて、だけどもこう周りに公園とかこう土地もすごいゆったり構えられてて、長く住むのに最適な環境だったよね。まあ同じ 3L なんだけど、うん、大きさが全然違うよね、うんうん、結婚して子供を産んで育てるには、うんまあ、こんぐらい大きさ欲しいよねぐらいに思うような感じの家だった、うん、1個目がそんなに広くない 3LDK で、2つ目見たらさもう結構広いからさ、うわやっぱ広いとこいいなって思ったよね。そうそうそう、それなのにも金額がざっくり2000万ぐらいが安いところだから、そうそうそう、これは買うしかないなみたいな感じで、ねいやーやっぱりちょっと立地悪くてもいいから広い方がいいなっていうのを思ってたよね3つ目が今度は蔵前ってところで、ここホテルで行ったよね。うん、初めてだった。浅草と上野とかが近いところなんだけど、最近有名になってきたところで、うんうん、おしゃれなチョコレート屋さんがあって、そこから有名になった街。私はそこのカフェにすごい行きたかったからよかったね。そう、その不動産選んだっていうのもあるんだけど、ここは本当に東京の真ん中で高いから投資目的になんかなるようなところを一個聞いてみたいねっていうことだね。まあちょっと高いから、今度 2LDK 見てみて、別 2LDK でこう手が届くような値段のところ、まあ、でもやっぱりリビングかダイニングテーブルとソファーはギリギリ置けるけど、置いたらちょっと狭いなっていう感じのところだから、なんかずっと住むところ場所としてはちょっとたっと合ってなくて、10年ぐらいで一回買い替えをして他のちょっと大きなところに移動する、土地の価格とかが上がるでしょって期待するか、まあ、上がんなくてもあの家賃セーブの分があるから、それでまあいいよねっていう目的で来る人が多分多いっていう説明だったよね、うんうん、なんかびっくりしたのが、どこのマンションもほぼ売り切れだから私たちが見たのも残り1軒2軒ですみたいな感じのところで、そうだね、うん、
売れてるんだなってめっちゃ感じた。モデルルームとかオープンして半年ぐらいでも全部そんな感じだから、買うには早く動かないとね。いや、初めてローンの計算とかもしたよね、うん、35年ローンだよ。やっぱ家を買うんだけど、うん、実際に銀行が買ってもらうだけだから35年間返さないといけない。あとトイレぐらいがうちのものでちょっとずつ返しながら広げていく感じで。そう、で実際帰ってきて計算してみたんですよ。ざっくり10年間の人生プランで、賃貸で住むんだったらこんぐらいに住みたいなっていうところと、家を買うんだったらっていうことで計算してみたら、やっぱ 4,5 年ぐらい住めば家賃が利子分よりは上回るってことにはなるよね、うん、出費って考えるとやっぱ買うのもいいかなとも思い始めてるね、うん、夢が膨らみますね。まあこれから少しずつ考えていきたいなと思います。なんか最近さ、結構他の日韓カップルのチャンネルでも家買ってる人多いなって。そうだよね、多いよね、うん、そうそうそう、私も結構日韓カップルのチャンネルがきっかけとなってなんか興味を持ち始めたところもあるかもしれない。じゃあこれからも私たち の新たな生活のためにいろいろ見ていきたいなと思います。じゃあこの動画がいいねと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。せーの、あんにゃー。